富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズソフトバンク301回アローズ A301 回は富士通モバイルコミュニケーションズによって開発されたソフトバンクモバイルの第3.9世代移動通信システム端末であるソフトバンクスマートフォンシリーズの一つ OS は Android 4.2を搭載している202回の後継機種で 大幅な改良を施す。本機種は女性ユーザー向けにターゲットし、持ちやすさや使いやすさに特化している。バッテリー容量は仙台機種より少ない 2600mAh で、あるが専用の卓上ホルダー、または AC アダプタを使うことにより、電池残量が15%の状態から10分、充電しただけで1日持続し、 フル充電で3日間利用可能である。ただし、仙台同様バッテリーの取り外しはできない。液晶は高点0インチフル HD でありながら、本機種はそれに加え省電力ラムを搭載し、電池持ちは向上している。使う機能や操作により CPU のコアやクロック数を制御する機能も備えている。富士通の端末で定番のスマート指紋センサーは画面を応 オフの時間が短縮し、形状が丸型になり、操作性を向上。またインカメラが顔の向きを検知し、寝転がっても顔の向きに合わせ画面が自動で横向きにならない。合わせるローテーションやタッチ操作を一時的にロックすることで、動画の再生中やアプリ利用中に誤って、子供が画面に触れても、意図しない操作や、画面オフなどを防ぐ、タッチブロックモードも、 新機能として追加した。メインカメラは1310万画素で、パーフェクトチューニングがさらに進化。先代と同じくソニー製の利面照射積層型 CMOS センサー、XMAR RS4 モービレを採用するとともに、富士通セミコンダクターが新たに開発した画像処理エンジン、グランベを搭載することにより、暗い場所でも鮮明に撮影することができるようになった。 さらに、インテリジェントフラッシュは、フラッシュの軌道被写体との距離に応じて、自動調整するとともに、クイックフォーカスで構えた時の姿勢を検出して素早く、正確に捉えるため、どんな場所でも美しい写真を残せる。動画コンテンツなどの再生には、独自の新型映像処理エンジン、ゼビッチ搭載し、自然な色合いを再現可能である。ボディには、ラウンドフォルムに施し、 女性の手になじむよう設計している。背面にはダイヤモンド粒子を使用したダイヤモンドタフコートを本体を塗装しているので通常塗装より3.5倍強く美しい状態を長く保つことが可能。またプリセットコンテンツにはサウンドクリエイターの中村孝二氏による音源を内蔵している。キャッチコピーは10分充電で1日、フル充電で3日使える。 ソフトバンク端末としては、ソフトバンク 201HW 以来4期種目のシムロック解除対象端末である。ただし、2014年2月12日以降のソフトウェア更新を適用した端末において、シムロック解除後に NCK コード入力画面が表示される場合があり、その場合にはソフトバンクショップ店頭で NCK コードを発行してもらう必要がある。なお、 2017年3月31日に配信が停止され、ユーザーによる端末単体でのアップデートが実行できなくなる。もし4月1日以降にアップデートを希望する場合は、ソフトバンクの店頭に端末を預け、メーカーの修理拠点でアップデートを適用してもらう、形になるため持ち込み修理扱いになるが無償で対応する。ありがとうございます。